こんにちは、ゆうです。フジテレビのくじあきこアナウンサーが先日放送のバラエティ番組さんまのお笑い向上委員会に出演した際、お笑い芸人鬼越トマホークの喧嘩芸に巻き込まれ涙を流す場面が見られました。番組内で4月いっぱいに同局を退社するくじアナウンサーが鬼越トマホークの喧嘩芸で仲裁役を務めることに。くじアナは嫌だ嫌だ、言われたくないですと一度は拒否したが、 MC の明石家さんまから褒めてくれるからと説得を受けてしぶしぶ仲裁することに。喧嘩をやめてくださいと前に出たくじアナに対し、鬼越トマホーク酒井から、うるせえな、お前が辞めてもフジテレビに1ミリもダメージねえからなと強烈な一言を浴びせられました。くじアナは動揺を隠せず、さんまに待って涙ぐんでるやんと言われるとこらえきれなくなり涙を流しました。まさかの事態にスタジオが騒然。酒井も顔面蒼白になり、ごめんなさいごめんなさいと平謝り、さんまが円満退社やと懸命にフォローしましたが、くじアナはやっぱり悪口じゃないですかと顔を歪ませました。くじアナが涙を流したことに批判的なコメントがネット上で見られますが、気にしていたことを言われて張り詰めていたものが切れてしまったのかもしれません。もちろん心の準備はしていたのでしょうけど、実際に言われるとやっぱり違いますから。ただ鬼越トマホークが悪いかというとそうではない。こういう芸風ですから、個人的にはくじアナはここで涙を流したのがバラエティとしてありだと思います。うまく笑いで返すより不器用で一生懸命なくじアナの人間性が出ていたと思います。フリーになってどのような方向性を目指すかわかりませんが、自分に向いていないと思っていた世界で世間の需要があることは珍しくありません。バラエティは苦手かもしれませんが、実は負けず嫌いの性格です。フリーになってもどんどん出てほしいです。以上、ゆうがお伝えしました。コメント欄より感想をお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。